自律神経専門家、近子の部屋へようこそ。今日は近子のつぶやき動画です。ということで、あのー、ご興味がない方はスルーしていただいて、ご興味がある方だけご覧ください。はい。ということですね。今日は、あのー、最近独立しましたっていうのを公表してから、私今54歳なんですけど、50歳過ぎてから、うん 自分でねこう独立するとかってすごいですねって言われたりとかうん手に職いいですねって言われたりとかこうする機会がちょっとまあ何回かあったというか、まあ、今までよりもちょっと多くなった集中的にこういろいろ言われる場合があってそれでとそのえー まあ例えば私が独立しましたってなった時にこういろんな感想があると思うんですけどもすごいなとかいいなとかあ私には無理だとかなんかいろいろこう思った時にチャンスがありますよっていう話をしようと思いましてはい今日この動画を撮っていますっていうのはそういう人が うんとまあ、私の場合は独立しましたってなった時にいいなって思うっていうことはああそうこういう,うんその中にご,そご自身の自分がやりたいって思っていることが隠れてるっていうことなんですよ。うんだから人をねう羨むとか嫉妬するとかそういうことではなくて。 まあそういうこともね裏返しでその自分のやりたいこうなりたいっていう姿が隠れてるっていうのはあるんですけどだからそう思った時にこう思うだけでただそれをこうその気持ちをこうスルーしちゃうっていう別にそれは悪くはないんですけども例えば私が独立しましたってなった時にえー、すごいないいなってもし思ったあなたがいたらじゃあ 何に対していいなって思いましたかっていうのをちょっと掘り下げて考えていただきたいんですよ。例えば、新旧詩がいいなって思ったとか、うん、独立その自分で、えーうん、自分のお店を持つとかで、自分自身でやるその個,人事業個人事業主とか、 なんか自分で会社を立ち上げるとか、なんかそういうのがいいなって思ったとか、うん50歳を過ぎても、そうですね、年齢をちょっとね、重ねてもうん、何かそういう変化をしていくっていうことに対して、挑戦するっていうその気持ちが、まあ、例えば羨ましいなとか、何に対していいなって思ったかとか、 羨ましいなっって思ったかとかとあとん逆にねえー、すごいな自分には無理だなとか思った場合何が無理だと思いますかっていうのをちょっと掘り下げてて考えて欲しいんですよねうーん例えば自分はもう年だからとかー自分はずっと専業主婦でやってきて社会社会に出てこう。 ね、なんていうか自分で働いてお給料いただいたりとかそういう経験がないからとかうーんなんだろうな、まあ、ちょっとこう病気が不気を持っているからとか、まあ、理由を挙げればいろいろ出てくると思うんですけど自分には何かこうあそんなことは無理だなと思った時に何がこう無理だって思いましたかとかっていうのとかをこう掘り下げていくと。 あ実は自分ってこういうふうに、えー、思ってたんだなっていうのが客観的にわかるというかただただあとこう独立しましたって私が言った時にあすごいおめでとうございますっていうふうに思った だけでもそ、それもありがたいんですけども <laughs>、おめでとうの他に、すごいって例えば思ったとしたら、何をすごいって思ったのかなとか、自分はね、こう、自分でこう、あの、人生をこう、生きてきてますから、なんて言うかな、あー、なんか自分で自分をこう、すごいってあんまり思う機会ってないんですよ。だから今回ですね、本当 この YouTube でやっぱりこう登録してくださる方がねまあ3万人突破したっていうのは本当数字で客観的にあのそれだけチャンネルを登録してくださってる方がいるっていうことなのでこれやっぱりねこうあの全然私のことを知らない人でもこうお会いした時にいや実はって YouTube をやっているので あの、よかったらチャンネル登録していただけませんかとかって言って、あ、いいですよって言って見て、えって !3 万人みたいになると、もうそこでね、こう、まあ、お相手の態度が、態度が変わるというかな、というかですね、見る目が変わるというかですね、そういうところは、やっぱ感じてますね。だからその、うん。 客観的に見た数字の力っていうのはこういうことなのかなと思うんですけどうーんだからまあそれってねうん、まあ、だから独立じゃなくてもそういうのでもいいですよ YouTube であと、まあ、発信していますとかねそれもわあすごいなとか思うっていうことはうーん、まあ、自分も何か、あのー、発信したいことがあるとか 発信したいけれども YouTube で、まあ、私みたいにねこんなにこう顔丸出しにしなくても、あのー、お顔出さずにね動画出してる方とかたくさんいらっしゃるしあと声もね今その自分の声じゃなくてなんていうんですか AI の声なんか合成した声で発信するっていうこともできる時代になってるみたいですしいろんな手段があるから、まあ、別に YouTube じゃなくてもいいんですけどね。 何か発信したいことがあるってなったら今手段がたくさんありますしえそ,ういやそれこそその YouTuber になってそれでね生計を立てるんだってなるとこう結構目標がこうハードル高くなっていくとは思いますけども YouTube で発信をするっていうただそれだけだったらこうあの。 門は開かれているというか、やるかやらないか、どっちかだけなので、うん、その、うん、何か自分が何かこう、事柄があったことに対して、わあ、素敵だなとか、あ、これ好きだなとか、うわ、これは嫌だなとか、そう思った時に、じゃあ、何が、そこを深掘りしていくと、自分が、あ、本当は <laughs>、自分、これ、なんか、あのー、 ただただ習慣でやってたけど、これすごい自分実は嫌だったとか <laughs>、前は、あ、これ大好きと思ってたけど、あれ実は最近そうでもないかもとか、逆に、あ、自分はこういうことがじ、じ、え、ん、ー、と、実はこう、好きだったんだとか、あ、こういうことやりたかったんだとか、そういうことに気づくきっかけにもなりますので、えー、はい、こう、その、 うん、気づきのきっかけにしていただければということで、今日動画を撮りました。はい。あなたはこうどう思われたでしょうかあのー、何も感じないっていう方ももちろんいらっしゃると思うので、その方はその方でもそれに関しては、まあ、あのー、特別心は動かないっていうことが、うん、分かったっていうことになりますから、それはそれでいいと思うんですよね。うん 何かこう心が動いたっていう方は何に対して心が動いたのかなっていうのをちょっと掘り下げていっていただけると嬉しいです。はい。今日の動画いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。